こんばんは、ぶっちゃけ丸です。今日はですね、現在の2類相当感染症の方のですねに分類されてるですね新型コロナウイルス、まあこれをですね5類にですね変更すべきじゃないか、こういったねまあ議論、見直し論、こういったものまで浮上してます。類から5類の方に引き下げた場合どうなるんですかっていうことなんですけども、まずですけど、まあ、保健所やね医療機関の負担が減りますよということで、今のね医療逼迫とかそういったものがなくなったりします。まあ、あるいはねもしかしたらですけど PCR 検査とかね一部治療費、こういったもののね自己負担もね考えられます。まあそうなればですね当然なんですけど受診控えがね増えてですね、感染者がまたね増加してしまいます。まあそんなね不安の声もありますということで、今のオミクロン株もそうなんですけども、その2類っていうものにね分類されている、まあ例えば結核とか SARS なんかとですね、新型、コロナウイルス、まあ致死率とかねまあいろんなものを加味して考えた場合に、まあ同等として見なすことが果たしてねいいのか悪いのか、まあこういったね問題がねあります。他方ですね、今の致死率とかですねいろんなものを考えた時に、季節性ねインフルエンザ、これがね同じぐらいのレベルなんじゃないですか、まあこういった意見もあります。もちろんね、同じ病気ではないので、その同じということでね全く扱ってしまうっていうのはちょっとね少し拙速かなとは思うんですけども、ただですねまあ例えばじゃあ3類、まあコレラとかね、まあ4類、まあデング熱とかね、まあ、こういった病気、ね、感染症になった人も、医療費、これね、公費負担ないんですね。ということはね、やはり自己負担で、まあ、もちろんね、それはね、自己負担分を負担するわけですから、全額自己負担というわけではもちろんありませんということなので、そのいろんな行動制限っていうんですかね、まあ、例えば外出もそうですしね、まあ、ですからそういったものをね、緩和していく、まあ、こういったことがね経済を回していく上でもね必要だし、またね、特性を考えたら、まあ、こういったなんですけども結核 SARS、まあ、あるいはねそれ以上のねエブロ出血熱とかペスト、まあ、こういったものとね同じぐらいね公費負担してまでね、感染症を抑えていかなきゃいけない、まあ、こういうようなねちょっと考え方とはまあ同じにしていいのかどうか、まあね本当に議論が分かれるのかなと思います。まあこの新型コロナがね流行りだして、まあもう丸2年以上ね日本でもね時間経ってます。まあ見直しの議論ね、これ本当にね進んでるんですけども、ただですね、何事もそうなんですけど、一回決めたものをまああのある意味既得権になってしまってる部分もまああるとは思うんですけども、まあ実際に、病気がねまあ急に治るってこともねなかなかないのと同じで、制度もね社会も急にガラッと変えますなんてことになるとね、やはりねあちこちでねショックが起きちゃうんですね。ということでこのショックをなるべく抑えながらですね変更していく、まあ、こういったね考え方非常に重要なんですね。ですのでぶっちゃけ丸が、まあ、ぶっちゃけ独自の考え方なんですけども、あの感染症法上の分類、これをね、まあ、例えばですけども、濃厚接触者のね外出自粛、今ねこれね、どうしても自粛要請をお願いしてるんですけど、こういったものはねなしにしますよとか、まあ、あるいはね無症状の人へのね適用、これもねなしにしますよとかね、あるいはね就業制限、これもね相当程度緩和しますよ。まあ例えばですけどインフルエンザの場合は学級閉鎖はあっても職場閉鎖ではないですからね、まあ、こういったものもね十分ね、合わせて考える。他方なんですけど、今まであの医療費のね公費負担、これがね新型コロナウイルスありました。でこれをですね、例えば3割負担ないしね1割負担しますよってなった時に、新型コロナの薬っていうのはね、まあ、新薬で非常に高い薬が多いんです。薬価すらまだねあの正式に決まってない、まあ、こんな薬も多いです。その時に例えばですけども数万円もかかりますとかね、あの自己負担分だけでもですよ、まあ、あるいはね、まあ、1倍あるね、まあ、日本だと、31万円ぐらいで買ってあるっていうその抗体カクテル療法の、薬、これをねそのままねあの医療費としてね請求してしまうっていうことはね、
やはり、患者さんの負担、これ非常に高いのかなと思います。ということで、医療費に関しては当面ですね、無料のまま継続する、行動制限等々はインフルエンザ並みにして、まあ、つまり5類相当にして、で、2類相当でもまあね、給付担ありますけども、まあ、それをね、新型コロナウイルスの場合は継続して医療費は公費負担する、まあ、こういったね、折衷案的なもので、急な変更をですね、こうソフトにしてですね、社会に与えるインパクト、あるいは影響、こういったものをね、緩やかにしていく、こういったね、措置がね、必要なんじゃないか。で、そこでね、さらに様子を見て、その致死率もね、全然上がらない、ね、社会に与える、新型コロナウイルスのインパクト、これがね、全然ね、強度が増すことがないということがね、分かってくればね、いよいよなんですけども正式に完全5類にですね、移行しましてですね、まあ、その際はインフルエンザと同じように、医療費の、公費負担、これもなしになっていきますみたいな感じでね、やっていくのが一番いいんじゃないかと思いまして、一本ね、動画作らせてもらいました。本日もね、動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。